平野翔が語る、挑戦し続ける心。アスリートから学ぶ、成長のヒント、感動ストーリー、平野翔が体現するセルフラブ。健康的なライフスタイルと美の追求、自分も変わりたい。平野翔さんとの出会いは、まるで映画のワンシーンのような瞬間から始まりました。スタジオに向かう道は狭く、車では通れないほど。そのため私は歩いてスタジオへと向かっていました。すると、 背後からゆっくりと進んでくる黒い車があり、その車から降りてきたのは金髪と眩しい笑顔が印象的な平野さんでした。ハーイと明るく声をかけてくれたその瞬間、彼の気さくさと人なつっこさに心を打たれました。思わず私も笑顔で挨拶を返し、車も通れない場所で笑い合ったあのひとときは、まさにその後の撮影の序章を象徴するものでした。今回の、BOG JAPAN 2024年8月号の撮影テーマは、 ワイルドな西部青い空の下、太陽の光に照らされた平野さんのシルエットは印象的で、彼の若々しいエネルギーが西部の荒野の風景に溶け込んでいました。アーバン、カウボーイをイメージしたシーンでは、星草の山にリラックスした表情で横たわり、まるで彼自身がその場に溶け込むような自然な姿が撮影されました。彼の少年のような無邪気さと真剣な眼差しが交差する瞬間は、まさにる ビトンの2024年秋冬メンズ、コレクションのコンセプトを体現するものでした。このコレクションを手掛けたファレル、ウィリアムスは、シンガーソングライターから一転してデザイナーとしての新たなキャリアをスタートさせた人物であり、その意欲的な挑戦が平野さんの存在感と共に映し出されています。平野さんがこの撮影に臨む姿勢には、彼のこれまでの歩みと未来への意志が強く反映されています。長年、アイドルとして、 そして俳優として数々のステージを踏んできた平野さんは、瞬く間に日本のエンターテインメント業界でトップに立ったように見えますが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。特に、彼がナンバーアンダーライン愛の一員として海外初ステージを実現させた時のエピソードは、平野さんの新たな挑戦の象徴です。そのステージは、ロサンゼルス郊外で開催されるワールドクラスの音楽フェス、コーチェラ。 海外での活躍を目の当たりにすることは、彼らの期待を超える驚きと感動を与えるものでした。ナンバーアンダーライン愛のメンバーとしての活動を通じて、平野さんは日本のエンターテインメントを新たな領域へと導こうとしています。その証拠に、東京ドームで行われた4日間のライブは全日程がソルドアウト。曲ゴートのパフォーマンスでは、観客全員がゴートゴートと叫び、 会場全体が一体となった瞬間を生み出しました。この熱狂は、まさに平野さんとファンの絆が一層強まった証です。彼がコーチェラの舞台に立ったとき、あの東京ドームの熱気を思い出さないわけがありません。彼にとって、この経験は大きなステップであり、日本の音楽シーン全体にも新たな風を吹き込むものとなりました。さらに、ボー g ジャパンの今月号のテーマは、各界の ゲーームチェンジャーに焦点を当てていますエンターテインメント業界だけでなく、パリで開催されるオリンピックを控え、スポーツ界も注目を集めています。オリンピック出場を目指す日本のアスリートたちの姿を収めた美しい写真ストーリーは必見で、特にサーフィンの松田詩さんや柔道の阿部詩さんのインタビューは、彼らの絶え間ぬ努力と強い意志を感じさせてくれます。彼らの姿は、平野さんのようなアーティストにも共通する。 挑戦し続ける心を象徴しており、読者に勇気と感動を与えてくれます。平野さんもまた、そうした挑戦者の一人です。アイドルグループでの活動を超えて、俳優として、ソロアーティストとして新たな領域へと踏み出し続けています。彼の表現力やエネルギーは、日本のエンターテインメント業界の未来を描き出すものであり、まさに、ゲームチェンジャーとしての資質を持っています。彼の姿勢からは、 現状に満足せず、常に自分を高めようとする姿勢が感じられ、これが多くのファンや若者に希望を与える理由でもあります。そして、この撮影現場でも、平野さんのプロフェッショナリズムが光りました。彼は撮影の合間にもスタッフ一人一人に気を配り、笑顔で会話を交わしていました。そんな彼の気さくな一面は、カメラの前では見せることのない、素顔そのものでしたが、 それが平野さんの魅力をより引き立てていました青空の下、干し草の上でリラックスする彼の姿を見ていると、彼がこれから描いていく未来がさらに楽しみになります。このように、平野さんが挑戦を続ける姿勢は、日本のエンターテインメントシーン全体にも影響を与えていると言えます。特に、彼が海外のステージに立ったことで、日本のエンターテインメントが持つ可能性がさらに広がったと感じます。 これまで日本のアーティストが海外で成功することは決して簡単なことではありませんでしたが、平野さんのようにその壁を乗り越える存在が現れることで、若い世代にも新しい道が開かれるでしょう。彼の成功は、ただ彼一人のものではなく、日本のエンターテインメント全体が進むべき方向性を示しているとも言えるのです。また、彼のパフォーマンスや音楽の背後には、真剣な思いと多くの努力が詰まっています。 華やかなステージの裏側でどれだけの練習を重ね、どれだけ自分を磨き上げてきたのか。その姿勢は、彼がいかに自分の芸術に対して真摯に向き合っているかを物語っています。そして、ファンに対しても常に感謝の気持ちを忘れずにいる姿勢は、彼がこれほどまでに多くの支持を集める理由の一つでしょう。どれだけ忙しくてもファンとの交流を大切にし、SNS やライブでその思いを伝える彼の姿は、 まさにプロフェッショナルとしての模範です。さらに、今回の撮影をきっかけにして、彼のファッションセンスも大きな注目を集めています。ファレル、ウィリアムスによるルイ、ビトンのコレクションは、都会的でありながらも野生味を感じさせるデザインが特徴ですが、それを自然に着こなす平野さんのスタイルは、まさに彼自身が持つ、自由さと、強さを象徴しています。彼のように、 ファッションを通じて自分を表現することは、単なる衣装選びではなく、自分自身のアイデンティティを世界に示す手段なのです。これからの平野さんのファッションへの取り組みは、他のアーティストやファンにも新しいインスピレーションを与えることでしょう。また、今後の特集では、アスリートの姿勢とファッションの融合も見どころとなっています。スポーツアイテムをメインにした特集では、キャップやポロシャツ、ストリートスタイルなど、 日常生活に取り入れれやすす。いいアイテムが多数紹介されていますこれらのアイテムはアスリートのパフォーマンスだけでなく都会のライフスタイルにもぴったりでファッションに敏感な人々に新しい着こなしのインスピレーションを提供しています特にスポーツウェアの機能性とファッション性が融合したスタイルは現代人にとって欠かせないものとなっています日常生活に取り入れることで アクティブさとリラックス感を同時に楽しめるのが魅力です。平野さんのようにエネルギッシュでありながらも、リラックスした雰囲気を持つスタイルは、多くの人にとって手本になることでしょう。そして、今回の特集のもう一つの大きなテーマである、ウェルネスにも注目が集まっています。夏の到来とともに、身体だけでなく心も健康でいることの重要性が見直されています。ボーグジャパンのビューティー特集では、 ヘルシーなボディの作り方や、メンタルヘルスの大切さについて深く掘り下げています。平野さん自身も、忙しいスケジュールの中で心身のバランスをどう保つかを大切にしており、その姿勢は多くのファンにとっても参考になるものです。セルフラブと自己肯定感を高めるためのビューティーメソッドは、特に女性読者にとって価値のある情報です。自分を大切にし、心身の健康を意識することで、 より充実した日々を過ごすことができるというメッセージは、多くの人々に響くでしょう。平野さんのように、自分らしさを大切にしながらも、新しい挑戦を続ける姿勢は、まさにセルフラブの実践例と言えます。彼の自然体の魅力とプロフェッショナリズムは、多くの人にポジティブな影響を与えると同時に、自分もこうありたいと思わせる力を持っています。また、 今回の特集で紹介されているロンドンのストリートや輝くように美しい海辺を背景にしたファッションは夏らしい軽やかさを感じさせるものでまさにリフレッシュしたい季節にぴったりです。都会に暮らす人々も自然の中でのひとときを楽しむ人々もそれぞれのスタイルを通じて自分を表現することができます。ファッションは単なる服装ではなくその人の生き方や価値観を映し出すものです。 平野さんがアメリカの荒野でカウボーイ姿を見せるように、ファッションを通して自分の物語を伝えることができるのです。こうして振り返ってみると、平野さんの活動や彼の選択するファッション、ライフスタイルは、現代の多くの若者にとって希望の光となっています。彼は、アイドルの枠にとどまらず、新しい表現の場を求め続け、その過程で得た経験を糧にし、次のステージへと歩み続けています。 その姿は、ファンにとっても一緒に成長していくような感覚を与えてくれるのです。これからも、彼がどのような道を切り開いていくのか、目が離せません。